こんにちは。こんにちは。はい、よかったらお名前どうぞ。はい、尾形信樹と申します。はい、先日は、告知どうもありがとうございました。はい、はい、今日は何があるんでしょうか。今日はですね、はい、見ての通り第12回洋画サマーフェスティバルを開催しております。はい、というわけでここで告知動画を撮りましたけども、はい、そうですね、はい、今日は本番ですね。今日本番ですね。はい、はい、今日は何日でしょうか。今日は8月の27日でございます。はい、ちょっと残念ながら天気がぐずぐずしてますけど、はい、まあでも台風は来なくてよかったですね。そうですね、片付けの日がちょっと心配ですけど。はい、さあ、というわけでこちらがその洋画駅すぐ近くですね。はい、通称三角公園の前。そうですね、はい、はい、で、洋画サマーフェスティバル。はい、はい、今回で何回目になるんでしょう。今回で第12回目となります。12回目、はい、はい、で、無事に今、始まったばっかりですよね。始まったばっかり、始まって1時間半からですか。はい、そうですね、はい、今1時間ぐらい経ったところですけど、はい、どうですか。バタバタしてますけど今ちょっと、あれですね、はい、始まったばっかなんでバタバタですか、はい、まあでもとりあえず無事にオープンというか、はい、そうですね、とりあえずは、はい、はい、わかりました。どうですか、ちょっと天気があれですけど、まあ人手はたくさんいますよね。そうですね、かなり、はい、お客様を通っていただけるのかなと思うので、あとはもう呼び込み次第ですね。なるほど、はい、じゃあちょっとブースをいろいろ回りたいと思いますけど、はい、なんかおすすめとかがあれば。おすすめ、はい、おすすめはそしたらですね、まずこれ行ってみますか。行きますか。一番ちょっと目につく、はい、こちらはですね、はい、題名から言うと、はい、竹トンネルバーでございます。竹トンネルバー、竹トンネルバーです、はい、ですね、建築の専門学生が設計からしっかりやって、この竹を一本ずつ作りに取りに行って、切って、はいはい、運んで、はいはい、組み立てて今このような状況になってます。なるほど。お酒が飲めるんですね。しかもその中で、はい、プロのソムリエさんが常駐していて、はい、お酒が飲めます。こちらちなみにメニューなんですけども、はい、いろんな種類のメニューがありまして、なるほど、はい、サントリーさんのお酒だったりとか、飲み物があったりとかして、スペシャルカクテルもあって、洋画カクテルなんていうのはもうここだけしか飲めない限定のお飲み物なんで、なるほど、もしよろしければ、はい、ちょっとじゃあ見てみましょう。ちょっと取材に来てるんですけど、はい、はい、こちらはあれですね、バーです、はい、はい、ちょっとこの推しというか特徴をいろいろ教えてもらえれば。そうですね、まず、はい、この建物、これがその大学生の建築家の子たちが、はいはい、山から竹を取ってきて、うん、それを組み立てて、でプロの建築家の人たちと、まあ、どうやったらできるかっていうのを組み立てて、今回トンネル風のバーっていうか、そうですね、はい、作らせていただきました、はいはい、あちら主の客席ですよね。そうなんです、ちょっと飲みながら、まあ、ゆったりできるっていう風になってるんですけども、はい、まあ、飲み物に関しては、はい、結構今日はハーブを使ったカクテルを結構多く取り入れていて、はい、まあ、代表的なモヒートとか、はい、でジントニックとかにも実はローズマリーを少し添えて、はい、ちょっと香りが豊かなカクテルっていう形で、まあ、ご用もしてますし、あとは日本酒だったりとか奄美の黒糖焼酎だったりとか、日本のその和っていうテーマが今回ありますんで、まあ、そういったものを取り入れながら様々なオリジナルカクテルを提供させていただいてます。なるほど、はい、これは2日間両方ともあるんですね。2日間ともあります、はい、夜がメインだと思うんですけど。そうですね、夜大体6時ぐらいから毎年混みありますので。あ、そうですか、はい、何時ぐらいまであるんですか。9時までやってますんで。なるほど、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いします。一緒に回る、はい、はい、お願いします、すいません、はい、はい、じゃあ、はい、こんにちは。こんにちは。ちょっと一緒に回ってくれるスタッフ、はい、はい、ちょっと軽くお名前を。はい、ホッピーと呼ばれてます。はい、よろしくです。お願いします。はい、この辺は何のブースですか。はい、ここは、主に子ども向けに、はい、ゲームを、提供しているブースになります。なるほど、はい、これは誰でもできるんですか。はい、誰でもできます。でもできる、もちろん大人でも全然大丈夫です。なるほど、はい、例えばどういうのがあるでしょうか。例えばですね、まず、まあ、受付でここでチケットを交換してもらうんですけど、はい、そのチケットを持ってもらったら、うん、おみくじですとか、はい、あと射的、ちょっと形が和風になってて手裏剣を的にこう、あ、なるほど、ね、投げる感じの射的とか、はいはい、あとは、まあ、金魚すくい、さすがに生き物できなかったんでスーパーボールになっちゃうんですけど、はい、金魚、スーパーボールすくい、はい、はいはい、そうですね。とあとはあっちにもまたブースがちょっと離れてあるんですけど。なるほど。輪投げでちょっと、まあ、縦にバージョンの輪投げなんですけど、
あるブレスレットを使って輪投げをしてもらうっていう、なるほど、ゲームですね。あとは最後、あ、ごめんなさい、まだ2つあります、はい、1つボーリングで、これはまあ妖怪の、的にボール、これですね、ボーリングは、はい、そうです、これです、はい、ボールで転がしてもらって遊んでもらうゲームと、あとはこちら、ある工務店さんにご協力していただいたんですけど、はい、廃材になってしまった木材を頂戴しまして、はい、で、コースター、オリジナルのコースターを作ってもらっている工作を提供してますね、はい、これはちなみに有料なんですか？そうですね、全部1回100円になります。1個100円です。なるほど、ね、で、はい、パックで6枚パックで500円のパックも、うん、あ、ちょっと割引の1回なんですっていうのもあります。なるほど、はい、はい、わかりました。で、ね、こっちはこっちは BMW さんがですね、特設ブース急に豪華になりましたちょっと子供の隣でそうね、さっきまで100円200円話してたけど桁がちょっと、なるほどね、はい、ファミリーブース的な感じでお父様のお母様の車を、ね、見ていただいて、なるほど、はい、はい、じゃあちょっと子供たちがやってるところも撮りたい感じですねはい、どうですか、ちなみに今始めて2時間ぐらいですけど、盛況具合はなかなか、この天気にしては去年もちょっと同じような天気だったんですけど、去年より結構人はやっぱり多いんじゃないかなっていう手応えを感じてますね、はい。あとちょっと別の話になっちゃうんですけど、さっきの工作ブースなんですけど、はい、明日は世田谷美術館さんとコラボさせていただいたワークショップをやります。なるほど、やる予定でして、トートバッグを、オリジナルのトートバッグを作ることができちゃうっていう、なるほど、企画をやります。はい、わかりました、はい、ちなみにスタンプ押してます？あ、そうなんです、スタンプラリー、スタンプラリーもやってまして、これもちょっと世田谷美術館さんとコラボさせてもらってるんですけど、はい、これが世田谷美術館さんに、うん、収められてるって言ったらいいんですかね、はい、アンリルソっていう方の描いたフリューマンスビッシュの肖像っていう作品で、まあ、結構ヒゲが特徴的な絵なんですけど、はいはい、まあ、この絵をお借りして、うん、このビッシュがお祭りに遊びに来たらヒゲをなくしちゃったんで、うん、そのヒゲを会場内でちょっと探して、探し見つけたらスタンプを、ここにヒゲのスタンプを押す形で3つ集まったら飴と交換っていう、ってことはヒゲがどこかにあるんですね。そうなんです、実はどこかにヒゲが、え、お祭り全体この辺、そうですね、主にゲームパーク、あ、ゲームパークのとこ、はい、はいはい、まあ、ヒントをもとに、このヒントをもとに探してもらえたらっていう、あ、これヒントね、はい、ただパッと見だと分からないので、うん、こう明確に分かるのはまたパンフレットをご覧いただければ確実に分かるかなっていう、なるほど、はい、分かりました、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、どうもありがとうございます。はい、じゃあこの中から1本どうぞ、折ると光るよありがとう、これ結構難しいんじゃないですか？難しいかもですよねこれ何個入れたら何個は景品があるとかあるんですか？いや、外れてもみんなもらえます。パーフェクト、なんかパーフェクト賞とかないですか？パーフェクトまだいないので考えてないですね。ちなみに大体何個ぐらい入れます？皆さん、さっき多くて3つ入れてる子がいますか？あ、3つ入れてる子、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、はい、ちなみにここは何のブースですか？はい、柳瀬 BMW のブースです。はい、はい、このあれですね、高級感が、はい、こちら実際の車2台とですね、はい、今日はアクセサリーを少し用意させていただきました。なるほど、はい、これはあれですか、はい、売り物、え、売り物でございます。ミニカーって感じですか？はい、ミニカーですね、はいはい、こちら今回のこのお祭りのためだけにちょっと特別なお値段を設定させていただきまして。あ、そうですね、はい、安いですね、特に本当にお買い得になっておりますので、ぜひ皆様にご覧いただければと思います。なるほど、はい、もう多分こういうのは売れるんでしょうけど、こういうのってこういう現場で売れたりするときあるんですか？はい、そうですね、車が車ですので、はい、お気に入って
お気に召されたお客様であれば、あのショールームがこちらの奥の方にありますので。あ、そうなんですか。はい、はいはい、環八沿いになるんですけれども。あ、なるほど、はいはい、はい、そうですね、こちらの方であのもっと詳しく車を見ていただくような形になります。はい、はい、ちなみにこれは何ていう車種ですか。こちら BMW の i3 と言いまして、はい、あの電気自動車なんですね。あ、そんな感じしますね。はい、そうなんです。ちょっと中説明をどうぞ。はい、こちらがちょっと珍しいあの観音開きって言いますので、こちら後ろの方が乗られる際はもうあのこちらを開いていただくというような形で。なるほど、はい、まあ、あと本当に運転席とかはもうあの普通の車と同じように運転できますので、うん、特に違和感なくあの運転できるかと思います。なるほど、はい、すごいですね、電気自動車。はい、電気自動車です。結構間近で見るのは僕初めて。はい、ああ、はい、ありがとうございます。この機会にあのたくさんの方にあの触れていただきたいと思います。はい、ちなみにこれはおいくらするんですか。あ、こちらはですね、はい、こちらにあるんですが、はい、こちらの方がですね、はい、499万でございますね。あ、なるほど、はい、まあ、ちょっとこちら車体本体価格なんですけど。なるほど、はい、こういうのってでも補助とかあるんでしたっけ。あ、はい、あの電気自動車に関しては、はい、今補助がありますので、なんかいろいろ安くなったりするんですね。そうですね、なるほど、わ、はい、かりました。はい、じゃあたくさん売れることをお願いします。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。こんにちは。はい、はい、こんにちは。はい、こちらは何のブースですか。はい、東京組というあのホーム店になりますけれども、はい、はい、地域密着型の、はい、ホーム店の、PR ブースとなっております。なるほど、はい、今なんかあのこれなんかやってますけど、はい、これはですね、まあ、あの私どもの会社であの作っているオリジナルの建材の塗料を使ってですね、酒屋さん体験ができる職人、はい、まあ、やっぱりちょっと今職人さんをあの見直していただこうと、それからあのちょっとスーパー塗料なのでぜひ体験あの体感していただこうと思いまして、はい、こちらにそういった体験ブースを今やってる方はプロの方ですか。はい、そうです。ちょっとじゃあ右でいいですか。はい、はい、失礼します。ちょっと取材してるんですけど、はい、ちょっとこれ撮っていいですか。どうぞ。はい、でちょっとお話も聞ければと思うんですけど、はい、これ今あの左官をやってるとかで。はい、左官でやってます。はい、これは何ですか。これはダヴィンチコートという塗装材を、はい、塗装材、はい、塗ってます。これは珍しいものなんですか。そうですね、海外の材料なので、あまりこっちでは出回ってない東京組さんオリジナルの材料です。なるほど、はい、これは塗ってこのまま固まるんですね。はい、固まっていろんなテクスチャーをつけて、はい、パターンをつけて、仕上げるというような材料。なるほど、はい、これは竹ですよね今。はい、これはちょっと遊んでやってます。遊んでやってるんですか。はい、まあこういうこともできます。いろいろなことができるというような材料ですね。なるほど、はい、これはこのまま固まるんですか。ちょっとこのまま固まります。こうへこんだり膨らんだりとかっていうことはないです。なるほど、へー。ちなみにこれ今作ってるのは何分ぐらいかかったんですか。この状態5分ぐらいです。5分ぐらいで、はい、なるほど。でこれは体験できるんですか。はい、今回は塗り壁で体験っていう形、はい、塗り壁体験をこのブースでしていただいてます。あ、なるほどね、はい、一般の方にもやると。はい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あとあれなんですか、これサッカーの応援をしてるんですか。そうなんです、はい、あの私ども東京組ではあのスフィーダ世田谷という地域密着型のですね、はい、プロのサッカー選手。あ、知ってます。あの僕サッカー好きです。あ、そうですか。はい、あのスフィーダの選手とフットサルやったことあります。あ、そうですか。はい、たまたまですけど、強いでしょ。強かった、うまかったです。そうですよ、はい、あの男子の中で一人女子混じってたんですけど、普通にやってました。そうでしょ、すごいもうパワーで、その中でもですね、はい、このあの田中真理奈選手は私どものあの社員なんですね。そうな、なるほど、はい、で社員でありながらの私もすごく応援して、まあ、メインスポンサーと、なるほど、はい、させていただいております。どうですか、スフィーダは、なでしこリーグに所属して、はい、今どれぐらいですか、順位的には。いい感じですか、優勝争いをしてるとか。いや、もう目指しては、いや、そこまでではないですけれども、まあ、まあでも地域で、はい、わかりました。感じです。これのもらえようかね。こっちのがいい。あ、どうぞどうぞお待ちください。はい、俺これが好きなの。こっちはね。お気に入り、ありがとうございます。はい、どうも。はい、ありがとうございます。このブースは何のブースでしょうか。ここは、スポーツクラブ、はい、ジョイフィット、はい、洋画
24時間型のジョイフィットと、あとはジョイフィットヨガ、ヨーガ、女性専用のスタジオのブースです。なるほど。はい。はい。これは近いんですか？近いです。ですよね。はい。徒歩1分です。なるほど。はい。はい。のやためで、これなんかいろいろやってくれてるんですか、はい、これがですね、はい、インボディと言いまして、体の中の筋肉量とか脂肪の量測定できるので、なるほど。あなたの体をチェックします。なるほど。チェックして、はい、筋肉が足んない人は、うちに通ってくださいって言ってます。はい、なるほど。こちらこう PR というか、はい、セールスポイントは何ですか？セールスポイントはやっぱり24時間使えるっていうところと、ね、はいはい、あとは全国のジョイフィットが使えるんです。はい。なるほど。もう150店舗以上あります。海外にもあります。はいはいはい。はい、あとは女性専用のホットヨガスタジオなので、女性の方がリラックスしながら通えますね。はい。ここがピアです。ヨガの地名の発祥はヨガなんですよね。あ、なんかそう聞きました。伝来の場所らしい。はい、そうなんです。ミラクルです。これもっと押した方がいいですよね。来てください。皆さん来てください。ちなみにこう、はい、入会、あ、これ書いてあるね。はい。月額。こっちとこれ別なんですね。そうなんですよ、はい、ジムはジムで、ジムはジムで、ヨガはヨガで、ヨガはヨガです。なるほど。でもこっちの方はジムも使えます。あ、そうなんですか。そうなんです。なるほど。じゃあ1万円ぐらいでできるってことですね。そうなんです。なるほど。お安いです。はい。ちなみにホームページはありますか？ホームページあります。はい。どちらも両方あります。なるほど。はい。じゃあテロップ入れておきますんで。あ、お願いします。はい。はい、はい、あ、じゃあ PR してください。新入社員です。新入社員です。はい。6月から店舗に入って頑張ってますので、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。はい、はい、何かあの講師をされてるわけじゃなくて、なんか、あ、一応あの美しい骨盤っていうレッスンも持っております。なるほど。はい、皆さん美しい骨盤になってみませんか？はい、はい、お待ちしてます。美しい骨盤ってどういう骨盤？骨盤の歪みを改善したりとか、 あとは姿勢の改善、腰痛や肩こりの改善にもつながりますので、ぜひ、はい、ぜひぜひ参加してみてください。はい、分かりました。ぜひよかったら今度お店でその現地行かせてください。お、ぜひ待ってます。行きます。よろしくお願いします。はい、分かりました。このうちは持ってきたらお得です。これはキャンペーンがあるの？キャンペーンやってますので、これ持ってきてください。はい、はい、分かりました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい、au ショップヨガ店の新人スタッフ、すみと申します。はい。本日は、ね、はい、au ショップさんがブースを出してる。あ、そうですね。はい。あの iPad で、ゲームに挑戦していただいて、でそのステージクリアすると景品がもらえるっていうもので、最後まで行くと iPad mini が無料で、へーっていうものですね。これゲームはこれなんですか？ゲームですね。ちょっとやってみてもらっていいですか？はい、これちょっとだいぶ、これ画面ですね。そうですね、はい、難しいんですけど、はい、はい、乗っけていく感じなんですけど、だいたい皆さん1段目でもう吹っ飛ばされていくんですけど、あ、結構僕やり込んでるんで、こんな感じですね。上手ですね。上手ですね。結構。ちなみにクリア度合いはどうですか、皆さん？そうですね、だいたいレベル1の1段目か2段目で飛んでいっちゃう感じですね。あ、これ1回終わったらもう終わり？あ、そうですね、2回ぐらい練習してもらってって感じですけど、はい、はいはいはい。僕初めてここまで来ましたね。本番に強いタイプ。そうですね。で、これは、はい、無料なんですか？無料です。無料でアンケートに答えていただいてって感じ。あ、はい、あ、こんな感じで今のだとレベル5まで行っちゃったんで、はい、そうですね、こういう防水スピーカーとかももらえる感じなんで。ああ、でもいいじゃないですか。全然そうですね、アンケート答えるだけなんで。そうですね、はい、リスクはないですね。そうですね。au じゃない方も、ご利用いただけるんで、またお願いします。なるほど。え、はい、これはヨガ店。ヨガ店です。そこのもう裏の、はい、すぐにすぐあるんで。すぐある。はい、なるほど。お願いします。はい、わかりました。はい。ちなみにヨガ店のホームページとかないですよね。全体のホームページですよね。そういうの。あとは警備しか。ヨガ店のホームページですか。うん、ヨガ店のホームページはございますね。ありますか。はい。はい。それはじゃあ au ヨガ店で検索すれば。au ヨガ店で。ツイッターもよろしくお願いします。キャンペーンなど一番早く書いてるのツイッターなんで。あ、なるほどなるほど。はい、わかりました。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、こんにちは。はい、このブースは何のブースでしょうか？NPO 法人という法人でですね、はい、自転車の環境創造ネットワークということで。あ、なるほど。こちら、これですね。はい、自転車を、今実はですね、この、はい、あの東急コミュニティの周りの、
ところに自転車をですね、有料で預けて、それを管理してる NPO で。ああ、なるほど。はい。ちなみに今このブースでは何をされてるんですか？今ですね、正しい自転車をね、乗れるようにするためにクイズでですね、どうする？どういう乗り方がいいですかっていうこと、ね、正しいぐらい丸、間違ってる×ということで、守ろうということで、クイズやっております。なるほど。はい。なんでこれキックボードがあるんですか？実はですね、はい、2時から、はい、それで皆さんこれを持ってきて、回答したものを持ってきてもらって、はい、じゃんけん大会やって、勝った人に、ね、2台目、1位と2位の方にこれを差し上げる。なるほど。そういうことです。これは今日だけですか？今日だけです。ああ、明日はないです。明日はない。ああ、残念。はい、今日だけ。はい、なるほど、わかりました。ちなみにホームページとかあったりします？え、ホームページはございます。ありますか？はい、じゃあホームページテロップ入れておきますので。はい、ありがとうございます。これどこを見ればいいんですか？はい、ここで大丈夫。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、このブースは何のブースですか？ですね、ハンドメイドのアクセサリーと、はい、あとこのモール、はい、これはワークショップなんですけども、はい、すいません。あ、これはなんか子供たちにやってもらうとかそういう感じですか？あ、そうですね。なるほど。これを300円で作れます。あ、なるほど、なるほど。はい、はい、あと革のこういったブレスレットに、はい、この刻印とかの文字を入れることができます。なるほど。はい、これこういうやつがあります。そうですね、これです。はい、はい、はい、とこれは、はい、お店があるんですか、どっかに？あ、お店がありまして、ね、川のお店です。あ、なるほど。これはじゃあご近所さんのね、洋画のやつ。はい、あ、そうです。なるほど。はい、はい、はい。で、雑貨屋さんが洋画屋さんにあって、そこに皆さん来てる方じゃないですか？もうあります。子供たちだったりとか。あ、そうですね。なるほどね。はい、はい、はい。じゃあこの辺の商品のこう一押し商品とかなんかある？いっぱいいっぱいありますけど。いっぱいありますね。これはあれですか？普通 の、 ファッションのアクセサリーという。そうですね、ピアスだったりブレスレットだったり、このバレッタ、いわゆるハンドメイドですか？あ、そうです。手作り。はい、なるほど。この辺もですね。そうです。はい、なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい、こちらはあれですか、食べ物のブース。そうですね、焼き鳥とか焼きそば売ってます、はい、これは大学生の皆さんが作ってる？そうですね、大学生が中心にやってます。はい、はい、なるほど。これは焼きそばと、焼きそばと焼き鳥と、はい、はい、はしまきっていう、はしまきっていう、なんて、なんだろうね、お好み焼きを箸で巻いた。ああ、なるほど、なるほど。そういう大変ですね、この暑い中。はい、大変です。もうめっちゃ楽しいです。あ、どうですか、どうですか、はい、売れ行きは上々です。上々ですか？天気ちょっといまいちですけど、はい、気分はハッピーです。なるほど。皆さん大学生？高校生です。高校生なの、はい、あら、あ、こういうのはよくありもやってるんですか？2年目です。2年目。なるほど。あ、じゃあ去年もここやった。なるほど。私は初めてです。初めてです。どうですか、こう参加してみて。校長そっちにある。いろんな人がいるからすごい経験になる。ああ、そうですね、うん、なるほど。そうですね、いろんな地域の方々がすごい、 おばさんから子供まですごい何にね、接客とかしてすごい楽しいです。なるほど。まあ、ちょっと売れ行き良さそうなんで、あれですか、もう全部売れちゃうってことは大丈夫ですか？あ、それは可能性はある。あ、ちなみにどれぐらい仕入れてるんですか？こことかどこか私はわかんないです。焼き鳥ちょっと食べてもらっていいですか？これちなみにどれぐらい焼くんですか？量的には。量的にはもう何百本、何百本、何千本。結構あります。結構ありますよね。ナイス。ちょっと食レポじゃないですけど、ちょっと試しに食べてもらって。これ焼き鳥。焼き鳥。はい。これはタレです。タレですね。タレです。はい、これはいくらですか？1本100円です。100円。安いですね。めっちゃ安いです。はい、ありがとうございます。めっちゃ美味しいです。はい、あったかい。めっちゃ柔らかい。ね、柔らかそうですね。なるほど。めっちゃ美味しいです。はい、ありがとうございます。じゃあ2日間ありますんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 PR を旅行してよかったね。 PR だそうです。いいですか。こんにちは、佐賀県から来ました。あ、本当ですか。はい、実はこの佐賀県の産の豚を使った粗挽きのウィンナーとですね、なるほど、もう一つ、はい、このこちらのサイダーでして、佐賀県の大学生と高校生が共同で開発した地サイダーになります。へえ、ぜひぜひお越しください。なるほど、セットで買うとお得なように一応作ってあるんで、ぜひぜひ。なるほど、よろしくお願いします。さあ、ということで第12回、はい、ヨガサマフェスティバルただいま開幕でございます。はい、ありがとうございました。キッズイニオンダンスカラット&ルーチュの皆さんでございました。はい、大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。近い、30分からのお届けするですね。 OK ですか。キッズユニオンダンスカラット&ルーチュです。こんにちは、はい、毎週このお祭りに出てます。はい、あの以前はあのスタジオの方に取材に来ましたけども、はい、はい、ありがとうございます。洋画のお祭りの取材に来まして、はい、ちょうど出演ということで、はい、ダンスの方も撮らせてもらいました。はい、ありがとうございます。はい、これあの毎年出てるんですか。毎年出てます。はい、これからも頑張って。はい、ありがとうございます。どうですかダンスのスタジオの方は。あ、盛り上がってます。はい、じゃあ、あの楽しくホームページテロップ入れておきますんで、よかったらぜひお願いします。はい、生徒さん募集中でも募集中です。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、どうもです。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ちょっとあの取材の方はこれで終わるんですけども、はいはい、ちょっとお祭りはまだまだ続きますが、はい、ちょっと残念ながら雨がちょっと今すごいになってきまして、すごいですね。はい、大変でございますが、お祭りは今半分、今日は半分ぐらい進んで過ぎたぐらいですけど、まだまだ続きますよね。まだまだ、はいはい、夜がメインですから。明日もありますし。明日もあります。はい、大丈夫。どうですか、あのちょっと雨模様で大変ですけど。まあ2年連続雨降っちゃって、はい、あのまあ、残念な気持ちはあるんですけれど、はい、まあ、あのなんとかやむと信じて、そうですね、頑張りだけです。頑張るだけです。わかりました。はい、はいはい、どうですか、ちょっと雨ですが。あれですね、はい、僕去年から関わってて、ええ、去年今年と雨なんで、はい、実は雨男なんじゃないかっていう、うん、ですね、ちょっとこの、はい、ね、ちょっとこの状況は厳しいですが。厳しいですね。はい、お祭りは、まあ、とりあえず明日もあるということで、はい、はい、で来年以降もまたあれですか、関わることになるんですか、お二人。もちろんそうですね。はい、はい、分かりました。じゃあ来年以降も頑張って、はい、またあの取材に来ますんで、よかったら。 ありがとうございます、はい、お願いします。じゃあ今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。